よし、もう先生いねえよ。あ、アンドレじゃん。アンドレ、アンドレ、ついに追い詰めたぞ。ジャンさん、しつこいぞ。次の聖杯は俺がいただくと言ってるだろう。こいつか、もし。ということはまだなんだな、二つ目の聖杯。くっ、しまった。誘導尋問にかかった。誘導されて、してねえんだよな。お前が勝手に喋っただけだろう。聖杯が欲しいなら、腕ずくで奪ってみるか。本気か、お前。昔から喧嘩は俺の方が強かっただろう。馬子言うな、俺の方が強かったさ。アンドレとか確かに攻撃力高そうな感じするよな。試してみるか。望むところだ。あ、いや、ちょっとでかいですまねえだろ。うん、なあ、うわあ、アンドレ、ジャーック、巨大サソリだ。二人してつなげないな。サソリごときを上がるなんて。さっき魔法博士に大口叩いてたくせに。ちゃんとモニターを見る、とんでもないサイズだぞ。え、うわぁ、こういう時は先手必勝、逃げる勝ちだ。待て、アンドレ、俺を置いていくな。ちょちょ、痛い。ちょっ、あ、残念。危ねえ。な、下に時とかないよな。結構勢いで降りてんだけど。なあ、危ねえ。危ねえ。あ、アンドレ、待って待って、これどうすんの。やったか。やってねえ。いって終わる終わる。ちょ、このゲーム終わっちゃう。嘘、終われ。あー、待って、これ強いよ。待って、どっから。嫌なんだけど、あ、最初のパートやるの嫌なんだけど。あー、ちょ、最初から攻撃に仕掛けられる。あ、仕掛けられるな。これでいこう。めっちゃ回復するじゃん。ちょ、エリアでめっちゃ回復する。これ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 がある。 この手段でいこう。これ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 、いけるいけるいける。勝てる勝てる勝てるんだ、この試合。いけるいける、やれやれ。あ、ちょ、待て、エリアルしろ、エリアルで回復しろ。よーし、ジャーさんすごいじゃないか。標本にでもしてやろうか。マジだよ、奇怪な生物だよ。おそらく聖杯の力によってサソリがガーディアン化したんだろうね。聖杯すげー、サーバントじゃん。昔のキャラクターみたいなやつばっかりじゃないんだな。元がサソリだからな。ガーディアンを倒したということは聖杯も近いはずだ。なんかアンドレが先に行ってしまった。あの野郎、逃げ足だけは早いんだよ、昔からな。今から追いかけるしかないね。すでにアンドレが入手してるかもだけど。そうだな。おお、途中で追われるんだな。てか今しれっと実績エリアル15まで解放したな。いやー、いや、エリアル回復するんだな、 HP。 ボス戦で覚えておきたいな。だいぶご了承したもんな。よーし、
あ、アンドレ、あれはアンドレ、聖杯奪え。おいアンドレ、気絶しているようだ。おいジャック、一体どうしたんだろうね。さっきまでピンピンしてたのに。魔法博士か。ジョナ、お、気がついたよ。どうしたんだろう、何があった。聖杯を取られた。聖杯を取られただって。一体誰にだ。わからない、背後から襲われて。ジャック、どうなっている。聖杯を狙っているやつが俺たちの他にいるのか。わからないよ。確かに聖杯は考古学的に価値のあるものだけど、こんな奪い方をするなんて。もしかすると聖杯には何か別の力があるのかもしれない。ますますややこしくなってきたな。とにかくジョナさん、アンドレを担いで一度車まで戻ってくれ。お、仲間か。そこから東に進めば外に出る道がある。車で迎えに行くよ。わかった。残り5日。完全に仲間じゃん。さてジョナサン、そしてアンドル、今の君たちの状況は非常にまずい。おい、ちょっと待て。この車内狭くないか。まあな。お前もでかいしな。せめて外に話そうぜ。わがまま言うな、アンドレ。ジャックは夜外に出られないんだよ。なんで？病気か？なんでだ？虫が嫌いらしい。モニター越しもダメか？女かよ。まったくだ。そんな話はどうでもいいから。いいかい？今君たちに残されているのは5日だけだ。5日の間に聖杯7つ揃えないと殺されてしまうんだよ。だから奪われてしまって一つもないぞ。俺たちの他に聖杯を集めているやつがいるらしい。そいつも呪いにかかってるのか。さあな。その件だけど、もう一度聖杯について古い文献を調べてみたんだ。手が早いな。何か分かったか。聞いたらきっと驚くよ。僕も調べ直して初めて知ったんだけど、聖杯を7つ集めると永遠の命が得られるみたいなんだ。聖杯に機能盛りすぎだろ。永遠の命だって。うん、僕もびっくりしたよ。道理で俺たちの他に聖杯を狙ってるやつがいるわけだ。これさ、あの聖杯7つ集めたら助かるっていうのはあれか、永遠の命得るから殺されても死なないからセーフみたいな理論か。呪いを解く効果があるんじゃなかったのか。呪いを解くというよりもセフル一世に殺されないということだと。やっぱそうじゃねえか。死なない人間を殺すのはできないことできないからね。じゃあ同じことだ。どのみち聖杯を集めなきゃ俺たちは殺される。しかし聖杯を奪われてしまった。これからどうする。とりあえず次の聖杯を集めに行くしかないね。奪われてしまった聖杯をどうするんだ。こちらが一つでも聖杯を手に入れておけば、誰も7つ全てを揃えることはできない。そうなるときっとこちらの聖杯を奪いに行く。なるほどね。そこを返り血にして残りの聖杯を奪うってことか。聖杯持ってくるか。残り5日でできるかどうかはわからないけど、何もしないよりはマシだ。そうだね。じゃあ次の聖杯を探しに行こう。アンドレ、君はどうするんだい。俺は単独で聖杯 を探す。分かったよ。でも僕たちの他に聖杯を狙っているやつがいるんだ。これからはある程度協力し合わないといけないよ。分かったよ。仕方のないことだ。セーブ。あ、今日終わるか。よし、やろう。久々だな。綺麗。いい風景じゃない。ジャック、ナイル湖に着いたぞ。了解だ。そこからナイル川の下流に向かって進めば遺跡がある。めっちゃバカンスじゃん。僕の調べた情報によると、そこに聖杯があるはずだ。わかった。しかし、大きい湖だな。向こう岸が見えん。ナイル川は世界で最も面積の広い川として、アマゾン川で記念された祭を続けているんだ。続けているなんだ。へえ、知らなかった。綺麗な眺めだ。海みたいだな。こういう状況じゃなければバカンスを楽しむんだからな。あ、こんな澄んだいるの。呪いが解けたらまた遊びに来ようよ。そうだな、海水パンツに浮き輪を持ってこよう。浮き輪？あ、ジョンさん、まさか君。それ以上言うな。
泳げなかったんだね。いや、そういうわけでは。ジョナさんは泳げないぞ、ジャック。なんでチクるんだ。うるさい、アンドレ。勝手に通信に割り込んでくるな。一緒の場所にいるからな。そうだったのか。ほら、ウサギは泳ぐのが苦手な動物だろ。君は生まれつきウサギじゃないだろ。とにかく聖杯を探すぞ。よし。こいつは厄介じゃね。あー、びっくりした。じゃあさっきから気になってるんだが、この像は何だ。トーテンポールじゃん。トーテンポールかな。かな。なんでエジプトにトーテンポールがある。あ、確かに北アメリカのインディアンが作ったもんだろ。そんなのわからないよ。あるものはしょうがないじゃないか。何か理由があるんだろうか。そういえば日本の小学校にもトーテンポールがあるらしいよ。ああ、あるな。公園とかにあるんだ。なんでだ。なんでも学級の一環として生徒たちがトーテンポールを作らされるらしいよ。そんな理由なの、あれ。おかしいだろ。なんで異文化の象徴を学業に取り入れるんだよ。日本っていうのはそういう国なんだよ。日本なんだと思ってるんだ。クリスマスを祝った6日後に神社にお参りするような人種なんだ。欲張りな人種だな。確かにな。あれおかしいよな。しかしここはエジプトだ。このトーテンポールには何か意味がある。まあ敵だな。考えても仕方ない。今は先に進もう。あれだな、遊戯王で使われなさそう。あれ、え、もしかしてお前泳げる。え、ダメだった、うん、じゃあなんで下に地形があるんだ。あ、しかもこれ話もう一回聞かなきゃいけないじゃん。やっちゃった。おい、飛び降りろ。おい、飛び降りろ。よし。いた。はい。よし。あ、さっきも堂々めでこれてたのに、くそ、許せねえ。おい、飛び降りろ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか今お知らせが。あぶね。なんでここ妙に。おい、早く落ちろ。なんかどんどん暗くなってきてる。おら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 、怖いな、なんかホラーチックだな。やった、セーブだぜ。ジョナさん、その辺りをスキャンしてみたんだけど、なんか分かったか。言っていいのかな。もったいぶらずに教えろよ。嫌な予感するな。日が暮れてきてる。確かに。その先にある遺跡には入り口がないんだ。なるほど、入り口がない。おそらく古代人が聖杯を敵から守るために入り口を塞いだんだと思う。なんてこと。ただ入る方法はある。どうすればいい。水中を通るんだ。は、泳げないんだよな。死んじゃうんだよな。水中だよ。水の中を通れば中に通じる道がある。問題外だ。他の方法を探せ。残念だけどそれしかない。さっき話したんだろ、俺は泳げないんだよ。道具もなしに水の中に入ったらすぐに死んじまうよ。さっき死んだな。道具か。じゃあなんか水の中に入るための道具があればいける。いや、そうとは言ってない。ジョナさん、そこから先さらに東の方に進んでくれないか。僕に考えがある。ほう、嫌な予感がする。
私にいい考えがある。見えねえなお前な。あぶねえ。あ死んじゃう死んじゃう。あ死んじゃう死んじゃう。ちょあぶねえ。おら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 、ちょっと待て。よーし、潜伏したって無駄だぞ。はいで、ね、こっち。あーちょ、この火の矢強くないか。脳筋が過ぎるかな、さすがに。よし、オッケー。ほら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 、よしよし。ここにいるの分かってんだよな、お前もな。早く動け。あれ、うそ、くそ、新種だ、新種がいる。東、ここ、くそ、ジャックの言った通りだ、壁で防がれている。ジョーさん、ちょうどいい地点にいるね。もうすぐ届くはずだよ。届く、何が、後ろ見て、何が。アマゾンじゃねえか。ねえあれ、シノーケル。おい、ドローンが何かを運んできたぞ。よかった、正確な座標に届いたよ。何を運んできた。酸素クリスタルとフィルターだよ。酸素クリステル、滝川クリステルみたいに言うな。酸素クリスタルだよ。最近デンマークで開発された新素材だ。口にフィルターを加えるだけで水中でも呼吸ができる画期的な道具さ。水中は無理だと言ったろうが、道具があれば大丈夫だろう。そのフィルターを使えば泳げなくても地上と同じように行動できるよ。あが、壊しちゃった。ジョナサン、なんてことするんだ。え、何が。僕のドローン壊しただろう。あ、もしかして大切なものだったのか。あのドローンは高いんだぞ。どうしてくれるんだよ。すまん。つい動くものを見ると攻撃してしまう癖が。猫かお前、野蛮人じゃないか。ほら、俺はウサギだからな。ウサギはそんなに攻撃的な動物じゃないよ。猫だよ。攻撃的なのはジョナサンの遺伝子じゃないか。その血の定め、悪い、弁償するよ。水中に入れる、よっと。これ最初からくれてもよくない。無意味に死んだんだから。どけどけどけ、邪魔だ邪魔だ邪魔だ。一個前のところ行こうぜ。ここじゃないよね、多分侵入経路。あ、ここっぽいな。じゃあ一個前のところ行こう。ちょっと気になってたんだよな、ちょうど。あ、なんで蘇ってる。いてえな。水中の敵強すぎじゃない。やっぱ空中攻撃は正義だな。おらおらおら、いてえ。お前発射間隔短えな。え、強くないこいつ。めっちゃ回復するじゃんこれ。やっぱ空中攻撃が偉大だな。体力回復するからな。よし、あっはっはっは。何もないが。
よし。右にも何もないが、嘘だろ。マジか。そうなんだ。悲しいな。強くない？当たったか。ちょっと待って。回復させろ。死んだ。嘘だろ。強いよ。おら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 。こいつダメージ入んなくねよ。あれ？通常攻撃したらあいつ反応するのか。なるほどな。ちげえじゃねえか。あぶねえ。よし。侵入成功。よーし。オーケー。なんだここは。なんてこった。どうしたんだい。遺跡の入り口についてが大きな溝で向こう側に進めそうにない。なるほど。全く嫌な思いをして溝の中を抜けてきたという。え、これグライダーで飛べるんじゃねえの。古代人はよっぽど中に入られたくなかったようだね。この溝ハッキングでなんとかならないか。なるわけないだろ、遺跡なんだから。合言葉が必要なのかな。開けばましよ。ちょっと間違ってるし、そんな方法じゃダメだよ。ジョアさん、君の近くにパネルがあるよね。パネル、これか。うわー、パズルが始まった。そうだね。それが溝の中を埋めるための仕組みだろうね。古代のセキュリティ装置ってところが。どうすればいい？おそらく下、模様を回して上から下まで線をつなげればいいんじゃないかな。線をつなげる？そうだね。多分水を流すためのパイプの役割なんだと思う。見たところ簡単なパズルだね。ジョナサンでもできるよ。おい、地味に俺のことをバカにしてないか。ああ、こうか。あ、ここ単品で回らんのか。あー、ここが連動してるわけね。めんどくせえな。え、真ん中だけ独立してるわけね。この要素いる？よし、オッケー。お、繋がったぞ。
水だよかったじゃないか、ジョナさん。これで向こう側に渡るよね。また水か。仕方ないだろ、ナイル川近くの遺跡なんだから、水を引き込むのは当たり前さ。ジョナさん。誰だ？ジョナさん、応答しろ、アンドレ。なんで別行動？同じとこにいるだろ。なんだ、アンドレが。どうした？あ、それ独自ルートとか言ってたか。俺は今、ルクソールの古代遺跡に来ている。少し教えてほしいんだが、コウノトリの形をしたヒエログリフは何と読むんだ？コウノトリ？そう、こいつさえ読めれば聖杯に一歩近づくんだから。アンドレ、それはアメノファスだよ。アメノファスか、なるほど。それくらい覚えるよ、アンドレ。ジョナさん、お前知らなかっただろ。知ってたの、アメノファスだろ。有名じゃないか。じゃあ、杖のマークのヒエログリフは何と読むんだ？何と読むんだ？どう忘れした？お前、メンタル座ってんな。今俺は超難問の答えパズルを解いたところ。アンドレ真面目に考古学者なんだな。そっちも頑張れよアンドレ。また連絡する。あ、これさ、あ、いけないよ微妙に。よし、よし、セーブだ。始めよう。ウサギだ。うわ、危ねえ。ウサギが何の症状なんだ、ウサギ。右だな。あ、あそこ左あったんだ。これなんだ、あれ、これ何、何これ、何これ、え、上行くか。あ、上届かねえわ。ヤドクガエルみたいなのがいる。何これ。お、やったー。おい、何これ。ああ、なるほど、そういう仕組みね。で、こうやって上がれるわけね。オッケー、なるほどね。いいチュートリアルだ。あ、これどこ。右探索するわ、先に。うそー、やられた。まあいいや、行く場所一緒だからな。あの、もうちょっと、頑張れ。オッケー。あれ、なんで。よし。いいセーブ、いいセーブか、これは。あぶね。ワンダーがミスすんだわ。ああ。かね、よし、いて、打ち消せなかった。あ、そういうわけじゃない。お前に、よし、何これ、何これ、やったぜ。ティーカップ、うどんだった。いいうどん。これ打ち消せねえよ、よく見た、このブーメラン。マジか、ブーメラン最強じゃん。ほら、どうしようかな、左から行くか。へいへい。何これ、うわー、何やこれ。なるほどね。なんか小さくなる、なんか細くなりそうだな。うわー、あ、やべ、なんで。あ、ボールが浮く。